はいはいどうも、Kです。今回は3社局が集まる東神崎駅を紹介していきます。場所はここ神崎駅から。ぐいーっと行って。神崎ドームとお店街を横切って。ここですね。ここでオープニングを撮りました。ってことで早速紹介していきます。今のは神宮の改札、ここは神港の改札です。三社局の改札は分かれていますが、今から紹介する連絡通路で繋がっています。ここです。ここで乗り換えができるので、雨の日やラッシュ時には抜け道として重宝されています。見れないや、諦めて。神港のホームを紹介していきます。急行線ホームから紹介していきます。この駅の神港の方は例えるなら高架の下北沢のような感じです。てか、ここは20分に1本の急行しか来ないので、当駅止まりがない向こうが丘遊園のような感じです。ですがここはガラスで開放感もあります。前までは通過用のボタンはなかったのですが、設備改修により通過用のボタンが作られました。大神宮のためですね。次は観光船ホーム、はしごで下って観光船ホームに繋がる方は階段で上ります。こっちは神崎方面のみに通過用ボタンがありますね。理由はこれを見てください。そこに茶色の種別があるでしょ。これは通勤急行という種別で、神崎方面にしか運転されていなく、神寄りのここで転線します。まあ通勤急行に乗った動画もあるので、それも見てくれれば。で、さっきのところで急行線から観光線に転線するので、東神崎を通過する通勤急行だけあの通過ボタンを使うわけですね。次は地下鉄の紹介です。ちょっとカットしました。改札を出て、ちょっと歩くと地下鉄の改札があります。ここですね。ここは会社の境界駅なので、神寄高速鉄道と乗務員交代する駅です。ホームに降りてみましょう。はい、まあ一般的な地下鉄の駅ですね。てことで次、神宮のホームに行きましょう。ここを登って、改札はここですね。ここからでも神宮に行けるので乗り換えましょう。ここですね。ここを登れば神宮の燻製方面に出ます。まあ地上の梅が丘みたいな感じ。神宮のホームからだと今見える改札の他にもう一つ改札があります。ここを下れば、神崎方面のホーム、実はラッシュ時でも空いていて、今通ったように古戦場を通るので、朝でもスッカスカです。ま、こんなもんですかね。ベイサイド口で終わります。ってことで、じゃあね。あともうちょいで400人なので、この動画が良いと思ったらチャンネル登録・高評価お願いします。じゃあね。